前回ですね、ファーストシーズンということで、残念ながらマイナスで終わってしまって、まあ、セカンドシーズンあるのかないのかというところだったんですけど、今回こうして来ているということはセカンドシーズンということでよろしいですか？今回は特別編となります。あ、違うんですね。なるほど。はい、特別編ということで、本日店舗さん貸し切り状態で使わせて、いただけるということでですね、近日オープン予定の、キコーナ土浦並木店さん、にやってきております。まさに本当工事中となっているので、いろいろとまだ、完成してないところも多いようなんですが、工事の方々の邪魔にならないように、撮影の方を進めていきたいと思います。で、無茶ぶりということですよね。ということはあるんですよね、あの四角いやつが。はいはい、まあいろんな無茶ぶりが用意されてると思いますけど、じゃあ振りますよ。ちょっと待ちます。はい、今回はパチンコ実践です。パチンコ実践、あ、はい、スロットじゃないんですね。私パチンコ大丈夫かな。最近のパチンコあんまり、どっちかっていうとあのスロットの畑の人なんですけど、あ、でもパチンコを実践するだけでいい。これいらないやつ。サイコロで出た出目の数の機種で当たりを引いてください。なるほど。あ、じゃあ機種の数を決めるということですね、これで。はい、え、絶対当てなきゃいけないんですよね。当てなきゃやめれない。じゃあ帰ります。帰れるんですね。あ、帰れる、帰れる、帰れる。はい、わかりました。じゃあ、ちょっと機種の数を決めていきたいと思います。では、サイコロいきたいと思います。テイ、1コイン。1でいい。1でいい。1回すら当たらないときある。ということで4機種となりました。微妙な数、まあ、機種選びもかなり重要になってくると思いますけど、頑張って4機種でしっかり当たりを見せたいと思います。わあ、もうすごい絶賛工事中ですけど、パチンコか、ユーパチタイプがありますよ。これがいいな。ダメですか？さすがに。はい、わかりました。じゃあライトミドル以上、窓まぎで行こうかな。319だけど、まずは景気づけにこいつで一発当ててやります。よし、よいしょ。はい、それでは早速1台目、まずは CR 魔法少女窓かまぎがですね、319です。当てます。わ、なんか久しぶりだな。あれ、大丈夫かな。びっくりした。おとき、おとき下げれた。はい、はい、え、あ、終わりなんですか。あ、違う機種に移動しなきゃいけないってことですか。罰金その罰金的な、めちゃめちゃ真顔で言われてもこう、すごい。え早く言ってくださいよ、そんなの。一番大事なところじゃないですか。え、もう30回転回っちゃってる。やばい。1万円以上いきますね。最悪1万円以上いくってことですね、人。え、いや、もっとか。いや、わかんないけど。お金、
むしり取りますよね、この番組私からそう、わかりました。でも当てるしかない。え、結構300ってすぐ行きますよマジでどうしよう。ぬるいと思ったんですよね、今日の無茶ぶりが。やっぱ罰金があったか。え、でも4騎士ちゃんとクリアしたら罰金はなしでいいですよね、6時間以内で。はい、いや当てれますよ。いや、わかんないな、ちょっとやっぱパチンコって天井がないから怖いというか、まあ、普段スロット打ってるんでやっぱりだいたいね天井があるし、本当に一日中なんか収録とかで実践しても一回も当たり引けないことなんてちょいちょいあって、最近本当にパチンコが苦手になりつつあったんで、まあ、今日はその訓練ですね、特訓です。おう、あ、これはそういうもんなの、違うの、投稿アイコンでしたよ。お、またこの後の展開に注目してくれ。おい、ネクスト、いいよいいよ、連続続け。お、熱くなりそうじゃん。熱いって言うてますけど、めちゃめちゃボタンを押させてくれる。で、23回、いいよいいよ。お、チャンスみたい。頼む、絶対ここから行きますよね、発展しますよね、うん、よし、まあ変身はする。こいつは私が引き受ける。いっちゃえ、いっちゃえ。いやー、そんな簡単じゃないか。お、お。うん。残念。はあ、絶対足りない、多分。なんかもっとガツガツ演出いっぱい重ならないとダメだった気がする。まあ当てたことないんですけど。見てるとそんな感じ。お、なになに、あ、タイマー的な砂時計。お、緑保留じゃない、よし、エンジンかかってきましたね。あ、でも早いな、うん、おう、はい、連続、私は何度も繰り返す。あ、ここに戻るのね。おお、役物が完成しました。あ、美人さんは言ってないけど、はいはい、魔法少女さくら京子、待て、いや、待たせへんね、特別なのをくれてやるよ。えいや、はい、
りないのよ、何かが。分かってますよ、分かってます。はい、分かってます。分かってますよ。目がかゆいな。してくれない。え？隠そう。私の身長はここじゃない。はい。さんまで来ました。おるかさん、おお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 、探索モード緑になりましたね。魔女探索モードです。赤い。うん、魔女発見です。おーおお、ホムホムだ。やっと来た。これはちょっと期待したい。お願い。なんだなんだなんだ。理由が変わるぞ、変わるぞ。お、赤、赤になったし。いけんじゃない？お願い、もうちょっと待って。今200、202ゲーム、今203ゲーム目かな。ホムホムだし、いけるんじゃないかな。お願いします。あ、当たった。当たった。やっぱりホムホム強い。ありがとうございます。危ない。200、おそらく3ゲーム目だと思いますけど、はい、セーフ。あ、キューベイさんこんにちは。5で当たりました。罰金回避。やったー。で、こっからで、とりあえずこの辺りでも当たりはクリアでいいんですよね。はい。で、魔法少女ボーナス。あー、よかったー。でもとりあえずこれ入れたいですね、ダッシュ的なやつに。バルプルギスの夜来ました。よし、マックスでいいんですかね。止めちゃって OK、 はいですね。さて、あと6。
いやここのシーンは泣いちゃうな。見せてくれるんだ。お願いします。ああ、もうワルプルギスの夜だらけになりました。はい。後味的にはそんなに良くないですけど、とりあえず当てたので。次の機種行きましょう。早速。忘れよう、もうまどかのことは。よいしょ。いや違う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 。なんでもう決まってるんですか。え、いや、のそうだな。まあ結果的に319当てれたから良かったですけど、次もうちょっとこう軽めのやつでシンフォギアあり。じゃないですか。シンフォギア2 1 2 1 2、どっちにしよう、どっちにしよう。でも1は打ったことあります。当たってパンクさせちゃいました。当たったことあるけどパンクさせちゃいました。諸事情で。スー打ったことないからいいですか。初打ちですけど。あ、すごい出てきた。ここまでかなと思ったらすごい出てきた。ハマる。今いろんなのついててわかんないですもんね。え、これは何かあるんですかね。回るんですけど、回すのかな。完全にデータカウンターは見えない仕様になってますが、壊しちゃいけないんであんまりむやみにやったらに触るのはやめておきます。はい、それではではでは2代目2機種目ですね、シンフォギア2で頑張りたいと思います。はい、シンフォギア2。そうですね。なんかファンファンしてるな。おお、びっくりした。あ、終わったよ、びっくりした。終わった。なんだろう、疑似連的な。はい、おお、はい、3、あ、2ね、これが2。連続演出。放送を制御することで純粋な戦闘力へと転換連携し、キャロルへの対抗手段とする。お、よし。お、なんかイグナイトモード。え、なんかだってそうじゃないですか。199だしね、全然すぐ当てれそう。お、出れるよ。お、はい。エピソード、ね、ずっとファンファン言ってます、ここ横が。はいはいはい、なんかもうわかん、バッケン、はい。あ、もうちょい回る。お、どうなった。もう展開早すぎてどうなってるのか全然把握できてない。青、緑かいら。これ引かせてほしいな。
ダメだった、臭いです。はい、あんだけあんだけぐる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 してたんですけど、はい、ちょっと今打ってたシンフォギア2が諸事情で弾が今出てくる状態じゃなくなっちゃったので、隣の台です。で今26回転かな、はい、回してます。なになに、おお、またなんか、いや、すごい保留になってた、びっくりした。あれ強めの保留でしたよ、絶対赤いし。どうなるどうなる、主張のフラフラで上位、ジクサー継続です。激しい。いや、これ当たるんじゃない？これは強いんじゃないか。エピソード10、はい。青で終わりなんだ。あれ？はい、バッケ。これ最初に言ったやつですね。大輝もここまで発展はしてるんだけど、よし。びっくりする。びっくりする。お願い。おお、絶勝。絶勝。あ、歌います。懐かしい。これ弾けるんじゃないかな。あ、はいはい、いやもう。さ激しいっすね。です。あ、上がって、上がった。絶勝だ。あ、もうこれで、もう、当たりでいいんです。いいんですか？違うんですか？まだなんですか？これ、こっからのってことか。はい。超ギラギラしてるけど。もうパーティーみたいな感じだったんですよ。え、これで当たんなかったらマジ悲しいわ。お願いお願いお願い。あ、よし、あ、押すのね。よっしゃ、これで当たりですね。いやもうそれなんか面白いです、すごい。上がるわこれは。上がるけど、もうなんかもう、あ、落ち着いてって言いたくなる感じの。そう、落ち着いて落ち着いて、やった。何ゲームだろう、でも分かんないけど絶対大丈夫。30、32で、まあこっちと合わせてもね、60ゲームもいってないですもんね。よーし、あー、で、シンフォギアチャンスをつかみ取れ。キャロルを倒して。バトルタイプでいいかな。で、この最終決戦で入れば、ラッシュ的なやつ、という感じですね。3、4、
あーなんか弱いんじゃないかな。5個、終点完了です。まだ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 いける。あ、そうか、ここからね、アップね。そんな感じでした。そういえばワンもそんな感じだった。いやー弱くないかなこれは。あクリスはちょっとどうなの。ここだから当てたいな。赤い？あれ先から。おやった！高かったですね。入りました。イエス。あーでも楽しいシンフォギア。じゃあ打っていいんですか。お、そう、何もスペックを見ないで打ち始めちゃって。でも見ない方が当てれたかもしれない今日は。どっちだといいの。はい、スペシャル？あ、スペシャルフィーバー。えらい。はい。あ、もう、あ、しよう。結構これすぐ勝負が決まっちゃうのかな。スタン7回プラス4保留4回転多いね。スタン99回っていうのもねありますけど、まあほぼほぼ連チャンするやつ。おお、びっくりした。あれ今何が起きました。スペック見てたら、あ、ちょっと、はい、おー、やったー。でかかったー。なかなか終わらないんじゃないかなと思って。10パー近くあれば。あ、ブグさん、あ、ストックしてました。 V がめっちゃ V 群が来た。はい、すぐ当たり。お、いっぱい出た。あー、たまんなかった。あ、保留がなくなりました。残念ながら 80% 近くあったはずなんですけど終了です。まあでもこれね、2機種目もクリア順調。多分移動しましょう。どうしましょう。もう、あ、ゲンさんちょっと人気の
そうですよね。まあもちろんまだ出たばっかりなのかな、うん、もちろん打ったことはないんですけど 93% ってなんか継続率めちゃめちゃ良くないですか。そこだけしか今見てないですけど。あ、本当だ、 93% そんな終わんないじゃん。これにします。あ、いや違う、でも当てなきゃいけないんだ。そう、手玉を出す回じゃなくて当てる回です。318ってことは318回転以内で当てればいいんですね。今日は結構やれそうな気がしてきた。よし、これ超えちゃったらちょっと悲しい。